その源氏物語紫式部が書いた後、その物語を絵画化しようぜっていう動きが割合その源氏物語できてすぐ起こったんですよ、ムーブメントが。しかもそれが結構でかい国家プロジェクト並みの大きさの、ものやったんですよ。っていうぐらいやっぱ源氏物語って人気やったんよ、当時の貴族社会の中で。それはやっぱすごいことやっていうことで大人気すぎて、ちょっとやっぱビジュアルで見たいやんけっていうことで絵画化したものが、源氏絵っていうものやったんですよ。はい。で、まあ、一番著名なのが源氏物語絵巻っていう絵巻物ですね。この源氏物語絵巻って、まあ、54のストーリー全部は今現存してないんですけども、まあ、何個かは、現存してると。どこが持ってるのっていうと、徳川美術館と後藤美術館さんが持ってるのがめちゃめちゃ有名なんですけども、まあ、こういうのがありまして、そっからこの源氏絵っていうのが、まあ、鉄板ネタみたいになったわけなんですね。お題としてあのシーンこのシーンみんな思い出のシーンをいっぱい描いて、あ、分かる分かるってギャラリーも寄ってくるみたいな感じで源氏絵っていうのがめちゃめちゃ描かれるようになったわけなんですよ。